皆さんこんにちは。医療法人いわき会で採用を担当しております飯塚と申します。今日は私の方からいわき会の特徴をお伝えいたします。それでは早速ご案内差し上げます。私たちの経営理念、それは人間愛あふれる医療・介護・福祉の実践です。私たちの役割は医療・介護・福祉を通じて社会貢献をしていくことです。そのためには人間愛、つまり思い入れがなければなりません。正しい社会貢献をしていくことを目標としてこの理念を挙げております。私たちの理事長です。理事長山下俊明が当法人を立ち上げた理由を説明差し上げます。私たちいわき会は医療・介護をただ提供するのではなく、サービスを組み合わせることでお家で過ごせる環境づくりを提供しております。病院は治療が優先であり、命を救うためには制限や寂しさ、孤独、こういった生活を送る場となってしまっております。しかし命には生命という意味だけでなく、余命や寿命など人生という意味も含まれます。私たちいわき会は充実した人生を送れるようサポートし続けることで、本当の意味で命を救うものであると考えております。このような病院で暮らすよりも大切な人たちと共にいつまでも暮らせる幸せを届けたい、そういう思いを持って医療・介護サービスを提供しております。いつまでもお家で過ごせる環境づくり、すなわち在宅療養を提供することが私たちの使命です。在宅療養とはつまり大切な人と共にいつまでも暮らせる幸せを届けること、以上が私たちいわき会の事業内容となります。ここからはいわき会の強みをご説明差し上げます。特徴は3つ、職場風土、成長環境、働きやすさです。まず職場風土です。キーワードは笑顔と学ぶです。いわき会は笑顔あふれる職場です。職員だけでなくご利用者様も笑顔であふれております。この笑顔には理由があります。それは押し付けない医療・介護・福祉を実践し、利用者様ファーストであること、そして経営理念にもありました人間愛あふれる医療・介護・福祉を実践していること、つまりご利用者様が望む医療・介護・福祉だけでなく、職員が望む医療・介護・福祉を同時実践していることが笑顔が多い理由です。そして2つ目のキーワードの学ぶ、いわき会には学ぶ機会がたくさんございます。職員同士が学び合い、教え合う風土があります。教育制度が充実しており、学びたい、成長したいという職員が集まってきています。そしてお互いに助け合い、教え合い、そして自分が受けてきた恩を返すだけでなく下に流すことで後輩職員の育成に結びついております。いわき会の風土のキーワード、笑顔と学ぶ、これはいわき会の職員が他者の幸せを願う職員の集まりであることを表しているのです。そして圧倒的な働きやすさがございます。共に歩み成長する制度、確実なキャリアステップ、ライフワークバランスの充実です。私たちには教育哲学があります。それは医療・介護・福祉のスペシャリストを育てることはもちろんのこと、医療・介護・福祉を通じて人を育てることを大切にしております。職員が医療・介護・福祉から離れた場面でも充実した人生が送れるように成長することに責任を持ち、そして職員が心地よく学べる環境を作ることに重きを置いております。その環境をご紹介いたします。職員が心地よく学べる環境、それは共に歩み成長する制度です。いわき会の教育制度は主に3つございます。1、メンター制度、2、人事効果、3、フィードバック面談です。まずメンター制度ですが、各部署に必ず指導担当者がおり、細やかな面談などを繰り返しながら共通の目標を設定し、
指導者、新入職員が共に歩む制度を整えております。目標にできる身近な存在を見つけられることがメリットです。また独自の人事効果制度を取り入れております。茨城会の人事効果制度は人事査定ではないこと、能力に対する評価ではないことが特徴です。あくまで報道に対する人事効果を実施しており、正当な人事効果のもとに成長ができております。また人事効果に関しては必ずフィードバックを行っており、面談者とともに目標を設定する機会があります。つまり会社とじっくり話せる機会がありますので、自分のキャリア設計をじっくりと考えることができます。そしてそのキャリア設計を実現するために豊富な研修もございます。学べる環境を生かし、自分の目標や夢を実現できます。また茨城会は幅広い介護サービスを提供しております。ご覧の図のように通所サービスから宿泊サービスまで網羅しております。このように幅広いサービスを提供することでご利用者様に安心をお届けしております。そしてそれだけ幅広いサービスを提供しているということは、茨城会にいるだけで福祉人として幅広い経験が積めるチャンスでもあるということになります。ライフワークバランスも優れております。ご覧の図は令和2年度の実績です。入職者1年以内の離職率 0%、 社員の平均勤続年数 8.9 年、残業もほとんどなく、男性女性問わず非常に働きやすい職場です。まとめますと、茨城会の強み、それは他者の幸せを願う組織風土、そして抜群の働きやすさ、確実なキャリアアップ、つまりご利用者様だけでなく働く職員も幸せにする会社である、以上が茨城会の強みとなります。以上が茨城会の紹介となります。簡単ではありますが、少し茨城会のことを分かってもらえたでしょうか。興味のある方はホームページや SNS なども多く発信しておりますので、ぜひそちらをご覧ください。